埼玉を中心に展開するガーデングループが今宵もパチンコスロットの新しい楽しさをお届け。新感覚自腹実践ドキュメント、新アニマダンサー。この番組はガーデングループの提供でお送りします。新シーズンに突入し始まった新ガーデン八潮、ガーデン北戸田、新ガーデン西浦和の3店舗で戦う埼玉ガーデン攻略戦。今回は特別編として新ガーデン西浦和、メガガーデン所沢スロット館での2店舗同時攻略バトル。新ガーデン西浦和が総台数800台、そしてメガガーデン所沢スロット館は総台数700台。この2店舗が決戦の舞台である。ルールはチームの定まが合計1万発を超えれば店舗制圧、ご褒美としてお庭玉を獲得できる。お庭玉は店舗を制圧するたびに毎回ストック、そしてそのたまったお庭玉はシーズン最終戦で勝ったチームが総取りとなる。3店舗制圧するたびにさらにご褒美と大盤振る舞い。しかし毎回最下位の人には居残りチャレンジで猛省を促す。そして今回もトップの定まが1万発で視聴者プレゼント、熱いバトルがついに始まる。さあ始まりましたお庭伝説、今回は2店舗同時収録埼玉ガーデン攻略戦、イエーイ。さあというわけで今回2店舗同時収録でございます、はい、で今回我々、美女と野獣チームは所沢での実戦となります。はい、そして今回、はい、所沢を制覇すると西浦は制覇ということになりますので、はい、なんで、頑張ってね、いや制覇したいよ。1店舗も埼玉ガーデン攻略戦って言ってるのに1店舗も我々制覇してないので、当たりはね座ってるんですよ ね、 よね、いつも当たってはいるんですよ、好きの方がね、そうなんですよ、よろしくないっていうところで、あんまりね、向こうはそっちも神がかってるんで、レイコちゃんをはじめ、そうなのよ、あっちはね岡野さんもそう、夏美ちゃんもそう、でもいつも、はい、レミンさん野獣になりきっちゃってて最近負け負けなんですよ今日はちょっと所沢久しぶりなんで、ね、楽しみでもあるよ、ね、楽しみでもあります。今日からちょっと流れを変えましょう、はい、はい、さあ私たち美女とクズチームは西浦和で実戦の方をしていくわけなんですけども、はいはいはい、まあ調子の方がねかなりいいの で、 そうですね、もうなんだろう、余裕ですかね、なんか ね、 ね、勝てる気しかしな い、 しない、もう出る気しかしないですよ、そう本当にそれ、ね、お庭玉がもう集まる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 、なんか打てば打つほど打てそうそう、出してください、ね、みんなで出しましょう、プラス1万発ですからね、はい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 、お願いします、ね、頑張ります、はい、それでは早速作戦会議に行きたいと思います、はい、悲願の初制圧を目指す美女と野獣チーム、久しぶりの所沢で狙うのは、まずは何はともあれ1号館2号館ありましてね、とりあえず機種数がすごいことになってる、多いんですよ、メインとなってるのはやっぱり1号館1階、我らがオス番長3がいらっしゃいますので、しかも最近増大されたということで絆とかも後ろにあるからね、北斗もあるよ、そうなんですよ、多いので、うん、1号館の2階です ね、 2階ですね、やばいな私ちょっと、どうした急にテンションピンクドラムとかテンション上がったとこが、もうバラエティーコーナーの、分かる分かる分かる、でも好きな人はね、そうなんですよ、多分分かってくださってる方もいらっしゃると思うんですけど、いいね、これ1階ですね、1階です、バイオハザード、これ、まあ、見っけちゃったね、ここね、そうなんですよね、我らが好きなバイオハザード7、俺もこれ行きたいなって思って、おい、ちょっと迷っちゃうところですけど頑張っていきましょうか、はい、はい、メイン機種狙いのレビンだがバイオも気になる様子、フェアリンは抽選次第でメイン機種を諦め、バラエティの得意機種で勝負か。一方西浦和の美女とクズチーム、さあ本日ね、はい、何を狙っていきますかと、さあそうですね、 やっぱガロまだ、あ、ね、でも人気機種ですから、そう、全然飽きないですね、楽しいんです、あれがちょっとガロ行こうかなと思ってますけどね、私は、うん、
まあボキューミ5が気になるかなって。いきます。シリーズだけ人気だもんね。はい、そして私なんですけど、まあ、スロットコーナーで、ね、狙っていこうかなと思うんですけど、中央行くんでしょ。また今日はね行きたいんですけど行きたいんですけどね、ちょっと、ね、気になってる台もあるんですよ。シャアが好きで、すごい打つんですよ。で前回中央に行こうかシャアに行こうかですごい悩んで。そうなんだ。そうでシャアが結構出てたんで、ほうほうほう、ちょっとこの辺も3対4台の塊、はいはいはい、のところが結構全台系やってるなっていう印象があるんですけど。なるほど。あとはやっぱメインとして考えられるのは番長3と、ね、あと絆ですね。抽選次第なんですけれども、はい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 、頑張っていきたいと思います、はい。大花の夏美はまだまだ新台のガロとおきゅうみ5狙い、玲子様は三台島のショーが気になる様子。この日も大勢のお客様が訪れた両店舗、抽選の結果はなんと所沢レヴィンが2番をゲット。開店と同時にレヴィンが真っ先に向かったのは2号館のバイオハザード。内角の1068番台取りましたんで、これちょっと様子見てダメだったら、1号館2階にありますガメラですね、こちら行きたいと思います。所沢ね、やっぱバラエティコーナーがねやっぱ豊富なんですよ。こんだけもう バラエティコーナーにぎわってるってことはワンチャンあるかもしれないので、手祭りは打っていきたいと思います。そして西浦和も入場開始。前回ね中央ここで打ってたんですけど、シャアが角台めっちゃ出てたんですよ。今日もあるかな。いや、いっぱいいたんでね、結構皆さんガロ行くかと思ったんですけど取れましたね。おきゅうみ5、打ちたいと思います。朝一。それでは実戦スタート。まずは所沢の美女と野獣チーム。珍しい曲です。祭り場バラエティコーナーからスタートさせていただきたいと思います。ついついね、所沢は本当にバラエティコーナーが豊富なので、バラエティにね座ってしまうんですよ私。祭り場の特徴はおよそ150分の1以上という破格のボーナス確率。軽いボーナスと ART が絡めば大量出玉も夢ではない。あれ、これは普通祭りじゃないでしょうか。そうですよね、中段チェリー16384分の1。まあ一応ボーナス当選ということなんですけど、ちょっと衝撃ですね。はい、ということで60ゲームボーナスを引きました。投資がなんと3000円。中段ゼリーは初めて響きました。ちょっと夏らしいじゃないですか、花火大会なんて。200枚で終了しました。ボーナス終了後は ART 突入をかけたルン吉ステージへ。よしということで、もう ART 突入でございます。 ART 当選時のおよそ256分の1で突入する上乗せ特化ゾーン祭りバーニングへ。ここでねストックができれば次回継続っていう感じでございます。お、いつもとちょっと違う。よし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 、祭りゲットしました。さらによし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 、祭り2つゲット、3つゲット。5個は結構すごいんじゃない。いやー、神谷さんに続いてちょっと懐かしの機種で万枚とか出したいな。純増およそ 0.8 枚の ART 祭り、ここからボーナスも絡め大きく伸ばしたい。これで勝利することができれば、よし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 、 OK、 勝利しました。ボーナスの方に当選でございます。いいですね、なんか夏らしい。か
完全に勢いがついたフェアリン、さらにボーナスを重ね出玉を伸ばしていく。1343枚、まあ、続いた方だと思うんですけど、ゼロが1個ねあったらね。投手わずか3000円と余裕のプラス、念願の初制圧へ、まずは好スタート。では打ってきます。当然有力感からのスタートなんで、リセットの方ですね。はい、さあここからモードを決めます。モード決まった。いや本館かよマジで。若干通常 A の可能性上がっちゃったんで怖いですね。仮に A だったら750までハマる可能性あるんで朝から。いや危ないよ。好調のフェアリンに続きたいレビンだが、若干不安なスタート。あ、まだ分かんない、まだ分かんない。ああ外れるか。ああどうだ、外れー。ああ復活、あった当たった。642ゲーム、朝一。しかし本日最初の CB はあっさりと。耐えろ耐えろ。あ、一応上で出やすい画面は出ましたね。ディナー画面、ディナー一応差があるんですよ。上ほど出やすい。どうする、もうやめてもいいんだけどね。悩むレビン、一旦ここで店内をチェック。2枚隔てて1号館に来た。あ、見てください。いやすげえフル稼働だ。すげえ初当たり台もありません。今ちょっと加工してますけど、初当たりがめちゃくちゃ早いです。もういつもなんですけど、所沢ってね、収録以外でもお邪魔するんですけど、コードギアスとかエウレカとかね、やっぱすごいんですよ稼働が、つまりまあ強く扱ってるんじゃないかなっていう。気になる台に空きはなく、結局バイオに戻る。いやまた言ってんのかよ。また A なの。マジでなかなかないっすよ。しかし700ゲームを超えてしまう。さあようやく2回目の当たりが来ますよ。 A 天井でございます。通常 A の天井742です。742。まあ振り返らせてもらいますけど、アイテム5個あるんですよ。めちゃくちゃ取れたんですよアイテムで、欲しいのはレアパワーと当然ラストチャンスっていうアイテム。あ、レアパワーだ。ラストチャンスもある、あと4つあんだよ。ないのはない。あ、もう一個ある、もう一個ある。通さなきゃ。理想通りにアイテムを獲得、ここは何としても決めたい。大丈夫、これもう大丈夫です。スライドは うわ、レア役レア役いたんだ。続く2戦目、ここを突破できれば待望のラッシュ突入。いやレア役いたかな。あ、レア役じゃない。ラストチャンス使わず、お見事、エティハザードラッシュ突入。300枚は出ます。だから分かんない、ここから上乗せと、いろいろありますんで頑張ってやりましょう。熱いっす、これは熱いよ。イエス、ワイルドファイヤー。
レア役引け、レア役なんとか、レア役が欲しい。ベルでもいいんですけど、なんとかここレア役が欲しい。40ゲーム上乗せ。しかしその後はあっさり。はい、全然足りなかったけど、まあいいでしょう。物足りない結果に終わる。しかし、継続してんだけど、継続したんだけどやめようと思ったのに。で、ユリカン継続すると、いい台の可能性がアップするんですけど、これが 12.5% から 37% ぐらいの差があるんですね、上と下で。だ、下だと8分の1でしかこうなんないんですけど、あの最初のディナー画面とちょっといいところは見えてる。伸び悩むも台の挙動は悪くないレビン。後半戦に期待。岡野も活躍するクズパチが YouTube の新お庭チャンネルにて大好評配信中。さらにバンゲーム TV 鉄のプロデュースによる新番組風雲白塗り城がスタート。他にも見逃してしまった新お庭伝説やオリジナルコンテンツも続々配信。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。続いては西浦和の美女とクズチーム。私が朝一選びましたのはこちらですね。シャア専用パチスロ逆襲の赤い彗星でございます。さあまず最初は、まあ、有力化移行して、レッドゾーンに入ります。まあ、ポイントを貯めるんですけど、1000ポイント貯まると、ルーレット1つ獲得して、このルーレットを消化するとここのコンテナどれか貯まりますよと。でルーレット3つ獲得したので、ここから何色のコンテナもらえるか、もちろん赤が一番いい。あ、白ちょっと微妙ですね。でこの台、チャンスゾーンまでのゲーム数が250ゲームプラスアルファで、結構早めにチャンスゾーンができるんですよ。なのでね、めちゃくちゃその辺が遊びやすくて私は好きなんですけど。 AT に入れば順図をおよそ8枚と大量出玉を期待できる。テンポ制圧でスタートダッシュを決めたい。そして100式バトル完成で、ここで CZ いきます。貯めたコンテナを使って撃破率をアップ。で青で 4% 以上、緑で 6% 以上、赤で 10% 以上かな。結構いいんじゃない？結構いいと思います。72、100。しかし、いやまだ復活が、やば。チャンスを生かせず、続く2度目のチャンスゾーンも失敗。そうだよね。ダメだ。1戦目で失敗。ちょっと描いてた展開と違うぞ。3周目行ってしまいました。渋い展開が続く玲子様、3度目のチャンスゾーンへ。100式バトル完了で行きます。まあ、一応赤が多いのでちょっと期待してみようかな。ちょっと初戦が 56% 厳しい。初戦突破できれば、まあまあまあいけるんじゃなかろうかっていうところだけど、初戦で終わらせられるのだけは嫌なんで、お願いします。初戦さえ突破できればあとは楽勝か。果たして、あ、違う、待って、ダメかな。これ突破すれば、94、100ですからね。一発目これ突破できたらでかい。2戦目は撃破率 94%、 これはもらった。あ、チャンスだったかな。 OK ってことで行きました。よかった。はい、いただきます。ありがとうございます。よし、はい、本日初 AT 投資全部で2万円です。
取り返したいと思います。ここから本当早いですからね、この台は。純増およそ8枚を誇る AT ネオジオンラッシュ、まずは初期ゲーム数を抽選。いけ、超えた、もっと超えろ。あー50、でも50で純増約8枚なので400枚ぐらい取れますよと。で AT 中はね、まあ、レア役とかで上乗せ。おわ、でかいよ、20ゲームでかいよ。さらに上乗せするか。おお、いいんじゃないでしょうか。ごめん、押させてもらいますね。でかっ、でかい、マジ40ゲームでかいです。5ゲームですね。あー、しかもこれ3倍になります。15ゲーム、弱レア役からもね、結構もらえるのがこの台大きいんですよ。これがラスト、最後にボタンが出れば後乗せあります。これボタン完成で後乗せなし、綺麗に終わった。そして、終了画面はデフォルトです。苦戦した玲子様だったが、およそ1000枚の獲得で振り出しに戻す。キウミ5はまともに打ったことがあんまりないので、打ててないんですよ、好きなんですけど。なので今日はおキウミ5でずっと粘れるように頑張ります。おキウミ5で勝負の夏美、テンポ制圧で好スタートを決められるか。してるけどな。行ったことないんだよな、まだ。あ、どうかな。おーと、初めて行きました。今回支援室でここから行きますね。やばい、341ね、スロットから打ち出すんで遅いんだよこれ。ちょっと遅れちゃいました。ちょっと早めに打ち出した方がいいです。これはおキウミ5で初登場となる新モード、エイサー祭り。2ラウンド各編で突入し、モード専用のさまざまな演出が楽しめる。あー、ちょっと来ましたよ。初めてすぎて何も分かんないんですけど、とりあえず暑いでしょ。これ外したくないんだけどな、こういうのまで見せられて。いきます。よし、やりました。ディフェンスだな。いや、ちょっと一味違うね、今回の海、なんか演出が。オッケー、これで勢いに乗った夏美、5連チャンと続けた結果は、抜けてしまいましたけど、ラッキーですね。およそ6000発の獲得、プラス1で後半へ折り返す。よし、じゃあ、新大ガロー打っていきます。お願いします、本当に。しかし皆さん、まあ打ってると思いますけど、面白いですよこれは。やっぱりあとやっぱ出玉がね、結構ついてきてるんで、本当ね、プライベートでやってる時も隣の人がこの前一撃7万発ぐらい出してたんで、それを見てね、もう今日はガロしかないなと思ってたんですよ。爆発力のあるガロで勝利を目指す岡野。西浦は攻略ももちろんだが、他にも負けられない理由があるようで。今日はね、本当に負けられないんですよ。いつも負けられないんですけど、今日はね、特に負けられない日。給料日まであと20日、マジでね、全財産なのでね、まあ、こんなね、皆様言う話じゃないかもしれないですけど、本当に使っちゃおかダメなお金なんですねこれ。でも今日は信じてますよ私は。しかし、はい、追加
ガロはね、もうここまで来たらやめられないですよね、普通に。生活がかかり絶対に負けられない岡野、400ゲームを超えたところでようやくチャンスが訪れる。ボンザが覗いてる。疑似ですね、これは。あれ？あ、急に電車だ。電車はね、17%ぐらいですけど、この枠の色っすね、銀と金があって、銀ですね。いけいけいけ、あ、行かない。あ、いた。もう一個行け、もう一個行け。またいつか。あー、あそこで青だ。赤に変われ。もうね、ダメです。自信なさげな岡野だが、あ、赤まで行ったらチャンスよ。おー、赤行った。ガロン、お願い、本当に。おい、なんで赤まで行ったのね。あ、ボタン。おお、当たった。当たるんすね、今の。いや、これがガロなんですよ、急に当たるのが。ありがとう。こっからです、皆さん。ここ、あ、うわ、極み翼人。これはもう、当たりです。ああ、嬉しい。背景がね、普通は赤なんですけど。やば、もう一回チャンスだ。極み翼人が出るとは、やばい。めっちゃ嬉しいです。こっから皆さん、81% 継続、ほぼ1ゲーム連。あ、いいよ。これは当たった時点でもう次回継続濃厚ですからね。まあほぼ当たんないですけど。え、当たった。おー、これはこれ継続だと思います。いやー、素晴らしい。いや、嬉しい。綺麗。やっぱね、意外と最初当てんの手こずったので、嬉しいです、その分。いや、早いっすからね、本当に。うわー、レインボーだった今。ありがたい、すごいっすね。順調に連チャンを続ける。そして5連チャン目。6。誰、最悪。魔界寺は最悪。星5。これが64%。お願い、本当にお願い、本当にお願い。ガロ、絶対ダメだ。もう終わりだ、皆さん。流れ星が流れなかった、終わり。ダメ。5連です。5連で終了も投資分は取り戻す。岡野、後半戦へ望みをつないだ。次回予告。前半戦を終えての途中経過はご覧の通り。埼玉ガーデン攻略戦、所沢西浦和で行う2店舗でのバトルもいよいよ後半へ。プラスで折り返した美女とクズチーム、この調子で2度目の西浦和制圧となるか。一方、所沢の美女と野獣チームも負けられない。さらに盛り上がるバトルの結末は次回もお見逃しなく。やった、ありがとう。ガーデングループではお客様に安心して楽しんでいただけますよう、安心プロジェクトとして感染防止対策を徹底して取り組んでまいります。